神梅もさやかです。ファイナルファンタジー5、どえお、かっこいい剣。パート14です。あ、間違えた。前回と同じ日に撮ってはいるんですけど、夜に撮ってるので小声モードです。狙う動物って何なんだっけ。また捉えちゃった。なんだっけ、毒消し。ありがとうございます。回復をしましょう。回復。これ気軽な方がいいよね。よし、じゃあ行こう。あ、間違えた。危な。なんかいっぱい変なの出た。動物動物選んだ。リス。全体化とかできないのかな。ブリザード聞く？普通ってことかな。ライブラとかしてみる。水、いやもう水だよね。ウォーター持ってないよ。何も持ってない。あれ MP こんなに少なかったっけ。からあ、テント張ってない。え、こんだけ攻撃やっとってさ、逃げるとかどういうことなの。よしよし。毒消しがこんなに多いってどういうことなの。これでいい？なんか全然流れ読めないよ。これさ、大丈夫かなレナちゃんが、ジョブがレベル4になってしまったのですが、どうしようかな。カリウド強いよね。魔獣使いも可愛いし、でもやっぱ程よくやりたいなあ。銀融詩人やってみる。あ、盾ごと持ってないかも。ダガーか。ダガーはな、ちょっと待って。青窓風水師忍者文句も可愛いよね。やってみよう。投げる。あ、投げるか。投げるね。投げるって手裏剣とか投げるんでしょ。ちょっとやってみよう。どっちだ。個人的に狙うが強すぎるわ。忍者ね、まあ良かったよ。ただファイファン4でなんか忍者いたじゃん。あの子さ、なんか結構倒れてたイメージあるんだよね。待って、なんか左や。ちょっと後列にしてみよう。どこに、あ、出れた。やった。ちょっとどうしよう。ああ、でもまだ大丈夫だよね。宝箱なかったよね、さっきのところ。まあ別に、いやね、本当にね。あ、てかここ行きたかったとこやん。滅びの町。屋ある？なさそうだよね。ちょっとアビリティで走ろう。ダッシュ。なんかどっか絶対地下につながる場所があるよ。に見えたね。どこ行った？あ、いた。なんでそんな隠れもみたいな感じなの？どこ行った？おお。え、何を誘ってるの？本物なの？本当に本物と思えないんだけど。こっちじゃない。あれ、あ、いた。おお、お父様。ファリス。えっああ。え、なんかどっちかわからんね。やっぱりこれさ、世界中回った方が良かったかな。なんか今までさ、結構乗り捨てが多かったからさ、また、ちょっと待って、今の話はなし。やっぱり姉さんだったのね。ぎゅー。よかったよかった。ガラフだけ違うところに。え、大丈夫？あれ、ガラフのとこ行ける？なんかやばいね。うん。声出して。ただではくたばらないじいさんだ。しょうがない、先へ行こう。大声出せ、大声。おお。さすがすぎる。こらー、わし置いていくなー。ごめん。よかったよかった。今から迎えに行くんかと思った。しまったなー。よくすごっ。テント張ってから行けばよかったね。まさかこんなこと。なにこれ。え、なにこれ。え、なに。ほんとなんだこれだよ。クリスタル。おわ。え？なんかめっちゃ飛ばされてる。転移装置。あ、三日月島じゃん。あ、なんか地下にこういうのが点々としてる。ロンカーなんとか、ロンカー遺跡。危ない。うわ、危ない。急いで。私プレイじゃなくてよかった。ロンカー遺跡だっけ？にもあるって言ってたよね。急ごう。そこで倒れてる場合じゃないかも。一方その頃。あ、よかった。優しすぎるわ。こいつは森に返しておけばいいだろう。これでさやかとの約束を果たしたね。え、自分たちはどうやって帰るの？てか世話をしてほしいんだけど。まあ連れてきてくれたからよかった。ワープ装置だったようじゃな。長い間壊れちゃったの。申し訳ないことしたね、それは。なんかひまわりに見えるんだよね。なんてネジって言うんだっけ。奥行ってみる？開かない。これ？はい。あ、押しちゃダメだった、もしかして。やばい？あ、ごめん。かわいいけどさ、ごめん。ここにお開いたけどさあ、ちょっと待って、外に出れる？外に出たらどうなる？あっ、眠る。よし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 。ちょっと何、セーブができないのはあれですけど、ウツボ調べられ、あ、宝箱がある。いける？ここは図書館。あ、スイッチがある。はい。ん？真ん中の部屋の花壇を調べろ。真ん中の部屋の花壇、そういえばどっかの町で花壇ぐるぐるするなんとかって書いてあったね。あ、右の部屋の便箋を調べろ。ずいぶんなんか回りくどいことするんだね。アホが見る。うっさいな、余計なお世話じゃん。ツボを調べろ。壺。ん？ここの壺じゃないの？ここに壺あったっけ？こっちにあったっけ？あったあったあった。何？あ、カエルいた。なんかゼルダ的なダッシュしたらここから下右48884、あ、消えちゃったよ。12345678123、結局ここやん。なんじゃらこれ。手裏剣ミニマム。手裏剣ミニマムって敵を小さくさせることができるの？それとも回復系？回復系だね。 MB5 も使うんだ。ここはもう終わり？じゃあ出ようか。で、先に進みましょうと。ん？もう一回押さなきゃダメ。あ、セーブポイント。ちょっと一旦。はい、それじゃあ行きましょう。わあ、超ぐるぐるしてるね。ん？船？火力船？私たちの火力船？奥にある。何？あ、これはまた違う感じだね。羽がついてる。うん、プロペラか。もしかしてこれ、空飛ぶんじゃない？いらっしゃい。空飛ぶんじゃないのこれ。飛空船だよ、飛空艇。あのね、黒チョコボで三日月島に帰ってきたんだ。そしたら突然穴に落ちて。ってことは三日月島の地下。シドがすごい動いてるけど。古代の人が作った設備。おじいちゃんはもう早速なんかアクティブに動いてるね。ちょっとワクワクするんじゃない？ファイファン4ではさ、シドはあれだったもんね。機械師っていうんだっけ？もうずっと下に行っちゃったの。どう？ワクワクする？これはすごい。っていうかいつもシドって飛空艇系が多い。え？飛んじゃうよ。やったぞい。お孫さんっていくつぐらいなんだろうね。展開早すぎ。え？展開早すぎワロタ。すごすぎるんですけど。飛空艇。うん。じゃあ黒チョコボ終わり？え？なんで黒チョコボの BGM 好きなのに。魔物が船の森に飛びつい払おう。クレイクロウ。あら、そんなに効かない。物理じゃないのこいつ。これ誰？さやかか。え、レナちゃんどうしたの？あ、やばい、稲妻。ちょっと待って待って、何する？防御。え、なんで強くない？ちょっと待って、どうする？え、そのボスと思ってないからさ。ララやるやろで、白マンこうで、あ、これってなんかすごい瀕死にしてくるっていうこと？瀕死にしてくる系かもしれないねこれ。で、こっから攻撃されたらピンチになるみたいな。うわ、これこういう時に限って黒魔法全然。今マヒッタのマヒッタなら嬉しい。どうしよう、ケアルやっとく。いや、ケアルラやっとこう。で、さやかが狙うすったらどうなるかな。153、まあいいでしょう。今ダッシュなんだよね、盗みたいね。サンダラ軸ヘイストとかやりたいけど、あ、え、弱いサンダラ強し、ありがとうガラフ。お、黒魔法4、氷の弓矢持ってるやん。よかったよかった、よっしゃー、やったー。これでなんとかなんとか戻っちゃうの？戻っちゃうんだ。破損は大したことなかった。火力性のパーツで間に合わせたよ。あ、もうやってくれたんだ。ありがとう。仕事が早いね。令和聞き飽きた。すげえ、かっこいい。令和聞き飽きたって。大空は、お前たちのものじゃ。飛び立つんじゃ。なん、そんなラーメン屋的なこと言われるの。大空お前のもの。なんとか感度があってドラクエ3でも言われた。その復活を阻止するために。残るは土のクリスタル。うん。行こう！よし、行くぞ！たーんだーんだーん。おー、いいねー、盛り上がるわてかほんまにさ変わりすぎだよ。うわ、めっちゃ早っ、めっちゃ早っ。黒チョコボも好きだったけどな、私的に。てかめちゃくちゃ早いんですけどめちゃくちゃ早いし、ん、なにん、なになになに、ドムドーラじゃなくてなんだっけ、滅びのマッチ。あ、砂漠化してるよ。んっていうより、はは、何、飛行船が出てきたっていうこと？えでっていう、ちょっと待ってよリアクション欲しすぎるんですけど。え、今ここから出てきたんだよね。どこ行ったのその船。あ、そういえばここ行ってないけど、ここ行けるもんなんかな。あ、どうしよう、どこに行く、みんなどこに行こっか。ここは行ったことあるよね。ここ滝んところだもんね。行ってないところに行こう。さっきのあの船はどうなったんだろう。ここら辺は行った。あ、ここ気になる、ここ気になってたの。降りれない。これは黒コチョコボだね。多分平野にしか降りれないのかなこれは。わあ、すごい、なんか地球は丸いね。地球かどうか知らないけど。他に行ってないところは、あー、なんか懐かしいね。あ、なんか酔わないこれ。私すごい酔う。あれ、結構行ってたりする？じゃあどうしよう、あそこで降りてみようか。ちょっとごめんなさい、これ私酔うわ。大丈夫ですか？ん？ここは違うよね。こことここ違うよね。ここ行ってみよう。ん？ここはジャコール。ここはジャコールだ。で、滅びの町、ここに降りてみる。特に何もなさそうですね。特に何もないなぁ。あと、ここに行ってみたい。降りれない？降りれないか。気になるなぁ、これ。他に行くところ。チョコボタン、私のこと忘れちゃった？思い出した？フリフリ。イエーイ。ここ行ってみる。なんでもない何にもなかった。ごめんチョコボちゃん。そういえばここの洞窟に来てなかったから、ここを攻略していこうと思うんだ。ああ、しまっちゃったよあ、ほんとだ、宝箱開いてるね。うわ、怖い。何が出るかな、大丈夫かな。こんなに奥まで来ちゃったけど、捉えるって捉えたいね、これ。あ、弱っ。ガラフを白魔同士にして、ちょっとケアルラを使えるようにしようと思います。これ、なんか容易に押しちゃいけない臭がしたけど、ここアビリティポイント2もらえてすごい美味しいかもしれない。いや、ここ美味しいよ。あ、押すそういうことだったんだ。ここは何もない。どうしよう。あ、宝箱開いてないのあるよ。罠？手裏剣。罠じゃないっぽい。こっちの宝箱。何こいつメタルスライムみたいな感じ。ちょっと白魔法ライブラ前歯。32？ じゃあ無理。あっぶな。なんかさ、茶色いさ、あの子だったらさ、 AP さ、AP2 もらえるしさ、すごいここおいしいと思ったらさ、飛んだ抜け殻。違う、飛んだ大穴だよ。びっくりした。しかもいっぱい増えたし。また出た。ちょっと待って。にゃんどうしよう。ここさあ、とんずらあった方がいいかもしんない。とんずらあった方がいいかもしれないから、魔術界ダッシュ。いや、ダッシュ。あ、そうだ。レナちゃんが煙玉覚えたの。これでいこう。でも私焦ってやらないかも。よし。あ、おおしかも5もらったよ。向こうど宝箱があったね。電撃無知。これ強そうじゃない？ファリスさん。いいね。ちょっと待って。最強にしたのはいいけど。そんなに増えるの？ファリス始まった？ちょっと待って。さっきまでどんぐらいだったっけ？200とかだったと思うんですよね。これで、おー、いいね。しかも黄色になった。狙うはね、すごい強い。狙うっていうか、狩人強い。もしかしたら、モンスターによるのかな。動物系は強いみたいな。わあ、すごい。いいね。めっちゃ上がる。さやかがジョブレベル。135次変えようかな。どうしよう、さっき盾ごと買ってきたんですよね。魔獣でも狩人すごいいいな。どうしよう、何しよう。シーフがまだ1人しかいないからシーフもいいかもな。仲間同士ってどんな感じなの？どういう風に白黒ま白黒まって可愛い。へえ、こうなるんだ。じゃあこれで狙うやってみる。でもどうなんかな。とりあえずこれでいきましょう。ここは何？おおお、あ、そういえば登れるって言ってたね。奥の壁は忘れてたよ。完全に出っていう。まあでも電撃ムチをゲットしたし、え、なんもないよ。別にルーラーを覚えてるわけでもないし、かっこいい。じゃあまあここは電撃ムチを手に入れることができたし、いいところでしたね。こいつもなかなか美味しいし、あ回復しちゃった。なかなか美味しいしね。しばらくここで経験値があんまり入らないから職業上げになるんですよね。操る、また、うわすごい100か。次魔獣使いも良かったね。召喚師が私的になんだよな。忍者狩人、黒がまだだから黒行こう。今んとこ走る。よし、じゃあ今回のパートはここまでにしようと思います。はい、ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。